じゃんじゃじゃーん。プレゼントをまたいただきました。これよ。はい、何を？お友達。プレゼントはね、お誕生日、私たちの黒岩さん、まおいさん、遅くなりましたがお誕生日おめでとうございます。はい、さん、ありがとう。おた、ほら、8月中はさ、うん、合唱団がお休みだったから、うん、会えなかったので9月になってからくれました。はい、リチギ、リチギ、はい、はい、これは開いてもいいかな。ここに書いてあるやつね。これがさっきのメッセージです。はい、じゃこれを、でもこれ開かなくてもこっちに書いちゃってるね、うん、読んでしまいました。これを取って、はーい、シュルシュル、はーい、なんだろう、なんだ、なに、なに、なんだろう、なんでしょう。よいしょ。お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 醤油だら。出ました。出た。いっぱいの種類があるんだね、これ。猫。開けちゃうと分かりにくい。でも、ほら、これが、これ。各種、猫の醤油皿セットでございます。こうなります。そう、なんかこんなにいっぱい色の絵があるんだね。ほい、丸々、これあのにゃんこです。お刺身パーティーになります。お刺身パーティー、いっぱい人が来ても大丈夫。うちは来ないんだけどねあ、でも白黒の、うん、あ、なるほどね、シオンくんっぽいやつね、うん、これね、こうね、はい、いろいろ考えられてるんだね。これです。はい、どうもありがとう。ありがとう。あ、でもまだあるんだよ、もなぎちゃんからは。昨日、これはこれがこうなりました。いっぱいどっか、よし、よし、こうですね。じゃあこれはちょっとこちら側に置きましょう。第2弾、こちらへちょっと大事に避けておきます。よし、かわいいの、ありがとう。これ、はい、かわいくて使えないバージョンです。猫スポンジ、うん、どうしよう、全部色が違うから飾っとこう。泡立ちやすいのに使わないと。そうだね、しばらくちょっと飾って、うん、あの納得がいったら使おうかな、うん、だってね、みんな微妙に色が違うでしょ、うん、かわいいよ。ちょっと立てかけたら、ここやっといたらさ、こういくの？こういう裏表です。うん、泡立ちやすいスポンジさんの、よいしょ、グレーちゃん、グレーちゃんです。はい、これもありがとう。ありがとう。そしてマダルゲイ、ジャン君とポンちゃんにという、よいしょ、よいしょ、はい、ちょうどハロウィンの、もうすぐハロウィンなので、なるほど、こうですね、なるほど、こうですね、かぼちゃ、はい、これは来てくれるのかな、ジャン君はなんとか
かどうかな。そうね、まあちょっと機嫌のいい時に試してみましょう。うん、うん、かわいいよきっと。これをポンちゃんに着せたら着てないじゃんってことになります。でもポンちゃん似合いそうだけどな、まあ、顔がわかんないけど、でも似合いそうだけど着てくれへんやろな。ジャン君はねこっちかな。うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとう、いっぱいになりました、そしてこちらは、プレゼントではなく購入したものです、このギターですね。ギターのここに、入れるための9ボルトの電池、これが、アルカリ電池だと、1本あたり450円もして高かったので、充電式にしたらどうですかというネットでの、アドバイスを受け、これ買いました。これは2500円ぐらいしますが、こちらは1000円ちょっとですね、全部で5000円弱、これだけのものですが、これ500回使えると書いてあります。うん、全然ですよね。ということで、今ですね、こういう電池ね、これもバッテリーチャージできるんですよ、ここでね。このような。ほら、チャージ中はここに出て、フルになるといっぱいのマークがつきます。このようなものは今までなかったんですけど、ただ、チャージされてる電池が結構熱々になります。これちょっとだけ今不安なんですけど、今度ネットとかでね調べてみますね。チャージがすごく早いなという感じがあるんですけれども、ただ熱いのは、チャージがフルになった時にこう抜いちゃわないとちょっと怖いのか、その辺も、確認今度します。できたらまたお知らせしますね、ということです。はい、どうもありがとうではなくて、まあでもこの情報をね教えてくれた方ありがとうございます。実はアルカリ電池しかないのかと思ってました、これね。ちょっと変わった形だからね。はい、これで、ギターを好きに弾けるということが分かりました。そしてここかわいいよというのを取り忘れていたので追加で撮影します。かわいいです。ポンちゃん。まさかポンちゃんが来てくれるとは。おほほほ。嬉しい。ポンちゃん偉いです。そして、このふかふかのスポンジに乗りました。ジャックも乗る？ジャックも着る？クリームソーダ。はい。ダメかね。もうよくわかりません。黒に黒。黒に黒。かわいいポンちゃん、黒いなんか怪獣のような感じです。かわいいよポンちゃん、かわいいポンちゃん、かわいい。あ、それ入れない。ポンちゃん、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 こっち向いてください。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、あら、ポンちゃん、あ、取れちゃった。ちょっと一瞬かぶりました。緩かったけど、ポンちゃん。なんとつけっぱなしにしてくれんの、ポンちゃん。お似合い。ポンちゃん。ポンちゃん、お似合い。ない方が分かりやすいかな。まあね、うん、そもそもが、そういうスタイルだから。そっか、ポンちゃん超お似合い。かわいい。うん、かわいいポンちゃん、ニャン君にも着てもらおうかな。ニャン君も着てくれる？ニャン君も着てみましょう。ちょっと緩いんだね、首の周りをキュッてしてもちょっと大きいんだね、うん、はい、ニャン君も着てくれました。よいしょ。はい、なでちくん、はい、ジャン君は割と素直です。かぼちゃ、ジャン君、かぼちゃん、なでちくん、
いい感じ。お、いいねジャン君。かわいいジャン君。お似合い。ジャン君もポンちゃんもお似合い。かわいい。よいしょ。だかなだかな。よいしょ。あ、なんか普通にかぶってくれます。いい子だね、ジャン君。でもちょっと固まってる。はい、ジャン君。はい、ジャン君かわいい。なんか僕好きみたいになってますけど。かわいい。ジャン君。ジャン君。いい子だね、ジャン君。これさ、冬は暖かいんじゃない、ジャン君。ねえ。いいね、かわいいね、ジャン君。あ、ポンちゃん泣いてるよ。はい。はい、パー。ポンちゃん。ポンちゃん、とっても少し緩くてさ、あの、なんだっけ、あれみたいになってるね。うん、あの、オイランの人が着るやつ、肩抜きになってる。襟抜きか、うん、かわいいね、ポンちゃん。あ、近くに行くぞ。はい、ジャン君あのまま寝ちゃうのかな。本当だ。ジャン君リラックス。寝そう。じゃあポンちゃんポリポリ。ポンちゃん、お、大丈夫？ポンちゃんが意外だな。軽かったのかな、すごいいいのかな。そうだね。うん。はい。リカーさん、もうちょっときつく締めたらちょうどいいかな。うん。ちょっとね、きつく締めても少しね、ゆるいんだよね。やっぱニャンコは首周り細いからかな。ワンちゃん、お似合い。ジャン君は左のキャリーの中、そしてポンちゃんは右のキャリー。ちょっと線が邪魔でした。ポンちゃん見える？ポンちゃんは顔はよく見えません。ちらりと顔が見えました。違う？いや、なんとか絞りでなんとかなっているかな。なっていないか。どうする？ポンちゃん、一瞬映ったから大丈夫。大丈夫？さあ、そろそろお休みの時間ですけど、時間から元気になるジャン君です。はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ジャン君、珍しいね、ポンちゃんが暴れてんじゃないんだね。ジャン君が暴れてたね。ポンちゃん、ジャン君、thank you。